湯煙美人馬娘に対するみんなの反応集。湯煙美人馬娘三人旅みたいなのあったら見てしまうかもしれない。ちょっと子供には刺激が強すぎますね。昭和の番組かな。早秀の神温泉から溢れそう。特別な許可をいただいてタオルを着用したまま髪をお湯につけています。この3人の湯上がり浴衣は最高だと思う。女性に人気の番組になりそう。湯上がり後にスキンケアとか紹介してさ。アルダン、間違いなくボケ役。全員がボケできそう。 BPO ですね。これは温泉の効能のうんちく。早秀、温泉旅館文化について。フラッシュ、温泉後のマッサージの堪能。アルダン、アルダンアウト。鈴鹿院、ちゃんと貧乳派の需要も取っていかないと先が短いぞ。ゲストにブライトが来てたらのぼせてそう。ゲスト丸おねかいのテンションがすごそう。レギュラーメンバーが大きい子ばかりだから、ゲストに鈴鹿が来た時に放送前はち、お呼びじゃねえんだよってなるんだけど、妙に色っぽい吐息だとか、浴衣からチラッと見えるスラッとした綺麗な足に落とされる視聴者たち。背中のショットが妙に色っぽくて視聴者が正座してしまう。たまに目白けスペシャル回とか BMW 回とかフラファル回とかやるんだ。ゴルシ回は見せられないよ。マークありそう。ブルーレイにはオフショットついてるやつじゃん。美女3人の枕投げとか盛り上がりそう。視聴中の多幸感やばそう。スタッフの声とか効果音もなく3人の会話と自然音だけでめちゃくちゃ清らかな番組になりそう。温泉上がりでお互いにお肌すべすべですねとか言い合うんだよね。いい湯だなを歌う3人が見れるって。足湯とかも似合いそうだよね。この番組が人気になったらパロディとしてウォルシフェスタ上段の温泉街さんバカ珍道中とか作られそう。ロケ地の温泉の名前が読めない上段、入浴シーンでスキューバ装備で現れるゴルシ、番組スタッフと麻雀売ってる中山。おかしいな、パロディの方がエッチな気がするぞ。バカチューブで全力坂パロしてたからこういうのもいける説。サービスのお着替えシーンのチラ見せ。サウナ女子、出演北さん、ブルボン、ローレル。ああ、北さんとブルボンわかりすぎる。ローレルはそれっぽく入れたけどゲスト枠でも良いかもしれない。ウォッカとダスカが我慢対決で出てこないかい。衛心フラッシュによる混浴温泉会。特別にバスタオルの許可はもらって秘湯の魅力を常連さんにインタビュー。おじさんたちがその場から動けなくなるので NG。 サウナ会は水着かバスタオルか。サウナで無理はよくありません。これくらい肌がしっとり汗ばむくらいで十分かと。という形でフラッシュの肌にカメラがズームしてしっとり汗ばむフラッシュが放送されるというね。カノープス会の家族旅行館。生徒会の温泉とかどうなるだろ。サウナでルドルフに張り合ってたよね。ブライアンはマルゼンさん呼びそう。シリウスとかも呼びたいね。ふわふわがオップ。いっぱい欲望漏れてて草。99期クラシック3人で行く鳩や海中温泉反響するオペラ王の笑い声。これ3人一緒にお風呂に入るの？黄金世代は6人で楽しんでそう。グラスノアみたいです。毎週違う馬娘が出演してもいろんな組み合わせで行っても楽しそう。怒涛、クリーク、棒の会はありますか？ほわほわして癒されそう。でも入浴シーンではでっか、となりそう。温泉窮屈になってそう。内風呂にみんなで入るのは無理だよ。温泉にメロンが6つも。この番組のカメラマン男性じゃきつくない？ポロリがあったらみんな腰が引けてしまう。撮影現場だとポロリは普通にありそう。カメラマンもプロだから鼻の下伸ばしたりしないよな。オグタマクリーク稲荷が車で行く秘湯の旅。大体の視聴者がオグリのほにゃかを見て癒されて放送された日の夜は近所の戦闘がちょっと混む。フラッシュとアルダンで撮影中にのロケ合戦が始まってしまう放送事故。フラッシュやアルダンが結構とかを解説するのか。ドイツとの違いをしっかり解説してくれるフラッシュはありそう。卓球とかカレンちゃんの試合みたいね。カレンちゃんは一切浴衣が着崩れしなさそう。フラッシュ、カレンちゃんで行く温泉旅。夜は白熱の温泉卓球対決に。あまりにフラッシュ側が白熱しすぎて浴衣が着崩れしてしまうシーンが発生。温泉行ったら家族風呂しか空いてなかった時の馬娘の反応。私が今から入るから絶対に入らないでよね。絶対入ったら処刑だから絶対に入らないでよね。かわいい、わかった。かっこ本当に入らない。なぜか不満気味な大和スカーレット。いや本当になんで。こうなった時点でどんな選択してもアウトじゃないですか。やだー。バスタオル姿で濡れてるダスカ、なんで来ないのよ。大野とか富士山あたりは普通に誘いそう。カレンちゃんお姉ちゃんせっかくだし一緒に入ろ。女同士だし問題ないよね。お姉ちゃんはのぼせた。家族風呂だからそりゃ同性か。おい、はい、トレーナー入ります。はい。背中だけ流して立ち去る。家族でもないのに家族風呂に入っていいのか。
ボケ、そもそもなんで家族風呂しか空いてねえんだよ。年頃の娘への配慮ぐらいしろよトレーナー。って思考が毎回邪魔になってこのノリのスレができないみんなどうしてるんだ。公式で男女問わず温泉行っちまってるんだからしょうがねえだろえ。なら岸越えて別の宿探せや。ツッコミも代名詞なところあるから、旅館サイドの気遣いを察しろ。公式で温泉に異性二人で行ってるからしょうがねえんだ。混浴そのものっていうか混浴に至ろうとしてるかかり気味の馬とかアセルトレーナーとかを妄想してキャッキャしてだけなんだ。試しに耐震トレーナーオスで妄想してみた。父と娘だなこれ。なんか一周回って健全まであるね。耐震トレーナー、こうしてると本当に家族みたいだな。耐震トレーナー、まるで親子だ。耐震。混浴ならともかく家族風呂で異性と入るのはハードル高い。なので思考が勝手に同性に寄っていってしまう。俺は弱い。わかる。異性の教官と生徒が二人で旅館へ行って混浴はさすがにヤバいだろ感が強い。同性ならまだギリ許せる範疇だけど、僕は入ってくるシチュが好きですね。一緒に、入ります。いや嘘なんでもないです。調子乗りました。ごめんなさい。先入ってきます。ステータス親密を獲得した者同士で背中を洗い合えばより高いパフォーマンスが発揮できると思われます。マスターと私は家族同然なので効果が見込めるかと。家族なんて嬉しい。流してあげる。モルモットくん、シャンプーで目が開けられない。シャワーノズルを取ってくれ。背中と尻尾を洗っておくれよ。バスタオルを持ってきてくれよ。牛乳を買ってきてくれ。髪と尻尾のドライヤーは任せるよ。ヘルパーさんかな？一応普通の牛乳とフルーツ牛乳の両方を買っておくモルモットくん。カッココーヒー牛乳は最初から選ばないだろうと確信している。顔を真っ赤にして伏せるトレーナーくんの手を引く会長。後頭部なら衝動に身を任せたら排水口が詰まることは知ってるね。温泉旅行でトレーナーのいる男湯を覗きそうな馬娘ステークス、柵を乗り越えて失踪です。そんなはしたないことするわけないだろ。せいぜい話しかけるくらい。シリウスはちょっとやりそうと思ってしまった。ゴルシは当たり前のようにトレーナーと一緒に入ってくる。柵をぶち破って入ってくる。ゴルシは覗きだけじゃ飽き足らず散々暴れ回った後トレーナーの横でしっとり湯に浸かる卑しい娘なのが俺の解釈。ゴルシはひとしきり風呂で暴れた後部屋に戻ったら布団の前で三つ指ついて待ってるよ。せいちゃんにそんな度胸ある？せいちゃんがそんなに責められるわけがない。せいちゃんは覗こうとするけど途中でダウンして湯船に浮かんでそう。会長は覗かないだろ。合法的にトレーナーに見せてもらえるように画策する。個室風呂で背中合わせになりながら混浴して思い出話とかしてそうな会長。ブルボンはゴルシあたりにそそのかされて覗きに来るのはほぼ確定。隣から聞こえてくる音であっ隣にいるんだよな。ってちょっと互いに意識するんだ。下3人はそういう妄想はするけど脳内で盛り上がりすぎて浴槽でのぼせてるよ。ドーベル先生は資料のためだから、次の作品から男の体がやたらとリアルになってるんだ。ドーベルは時間で男湯と女湯が入れ替わるとか深夜だけ混浴になるとかそういうシチュで出くわしちゃうシチュがはかどる。当然のように混浴するつもりステークスの方が良いのでは？